グロスターグラディエーターは、イギリスのグロスターが製作した、複用戦闘機である、第二次世界大戦の初期にも戦闘に使われた、艦上機への改造もなされ、そちらは、シーグラディエーターと呼ばれた。グロスターグラディエーター本機は1930年に、イギリス空軍が出した、使用書、第730に基づいて開発された機体で、当時使用されていたどの戦闘機よりも高速で、 強力な武装を装備した機体が求められていた。K730 では、蒸気冷却式のロールスロイスゴスホークエンジンの使用が求められていたが、グロスター社では自社製の戦闘機であるゴーントレットを発展させた空冷星型エンジン装備の機体を開発することにし、h p フォーランドを主任として設計に着手した。 試作機は1934年に初飛行したが、テストの結果は優秀で、最大速度は時速3 8 9キロメートルを記録した。ゴスホークは失敗作で、ゴスホークを搭載しなかった本機のみが、唯一1935年7月に正式採用された。翌年から部隊配備が開始されたが、一定数が揃って部隊で、 運用開始されたのは1937年1月からである。ちなみにホーカーハリケーンの最初の装備部隊への配備開始は1937年12月だった。本機は胴体の前半が金属製で密閉式の風防を装備するなど服用機としては進歩的な構造の機体だった。同世代の戦闘機としては日本の95式艦上戦闘機、ドイツの AR68、 アメリカの F3 階などがあった。実用化された時点ではすでに、ホーカーハリケーンの生産が開始され、スーパーマリンスピットファイアも審査中という状況だった。ため、時代遅れとみなされたグラディエーターの生産数は1940年までで、合計744機にとどまり、生産機の1、3以上は他国への輸出、譲渡に回されることとなった。 マルタ島のグラディエーター第二次世界大戦が始まると、フランス、ノルウェー、フィンランドで戦闘に参加して、いくつかの戦場で戦果を上げることもあったが、すべての点で近代的なドイツ機に劣った。そのため損害も多く、フランスに展開していた部隊は早々とイギリス本国に引き上げることとなった。北、アフリカやマルタ島防衛戦などで、イタリア空軍に対しては、 相手の主力戦闘機が同じ服用機である CR-42 だったこともあって一定の活躍を見せた。特にマルタ島では数機のグラディエーターのみが防空を担っていた時期もあったが SM-79 爆撃機を多数撃墜しているほか格上の MC-200 も撃墜記録に含まれている。1941年にはほとんどが新しい機種と交代したが 北アフリカ方面では、極少数機が1942年以降も使用された。このほか、1938年1月には、中華民国が36機のマーク1を配備し、日本軍との戦闘に用いたが、高性能の96式艦上戦闘機や97式戦闘機の相手ではなく、翌1939年には退役した。 1935年を過ぎても空母に搭載する環状戦闘機が旧式の機体しかなかったイギリスでは、手っ取り早くグラディエーターを環状戦闘機化することを計画した。1938年に採用された環状戦闘機型はシーグラディエーターと名付けられたが、陸上型との違いは着艦フックの装備、カタパルト射出装置の装備、救命いかだの装備程度のものだった。 1939年から舞台配備が始まり、ノルウェーや地中海方面で援護や紹介任務に従事した。会場には手強い対戦相手がいなかったこともあって、そこそこ活躍できたが、1940年にはグラマンマートレットと交代して退役した、グロスターグラディエーター SS37 試作機1機。 グラディエーターマーク、アイ単発空冷ブリストルマーキュリーエンジン9を採用、木製ワッツ2羽根プロペラ装備、総生産数371機、J8 マーク、アイのスウェーデン空軍用モデル、37機、グラディエーターマーク、2単発空冷ブリストルマーキュリーエンジンバイバ、またはバイバスを採用、金属製フェアリーリード3羽根プロペラ装備、 総生産数258機 J8A マーク2のスウェーデン空軍用モデル18機 C グラディエーターイギリス海軍が使用金属製フェアリーリード3ワネプロペラ装備総生産数98機ありがとうございます